記事だろうやってること。辞めてから勝手に会社のお金を発行したわけだろ。どれぐらいの金額なんぶっちゃけ150から200ぐらい勝手に発行したわけでしょ。裏金もらっとんじゃねえかって話も出てるぞ。まあ、正直話した方がいいと思う。刑事事件の可能性あるだよ。個人的にはしっかり謝ってほしいなっていう、まあ、ちょっと本当に綺麗事だけ言うなよ。はい、本当めちゃくちゃ無事言うよ。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。またまた塗り替え道場炎上の予感ですか。まあ今日の動画は、まあ、さサムネがどういう風になってるかちょっとまだ分かんないんだけど、はい、多分相当きつい内容のサムネになってると思うんですよ、うん、ちょっとこれ終わって後日なんですけど、簡単に言うと、まあ、社員が辞めました。会社ってさ、もう辞めますって言って、まあ、1ヶ月ないし2ヶ月かなだって、で最後に有給ってあるじゃん、はい、有給っていうのは1年間のうちに十何日何か問題とか風邪とか引いた時のために休みが余分に付与されたみたいなもんだろ、はい、だから有給消化率とかいろんなもんがあって、うん、まあまあね、まあ、こういう動画になってるからいつもあの有給消化率でどうせ有給とか取らせないんだろうなって思うけど、まあ、うちは有給消化率ってめっちゃ高くて、はい、ただこれ有給ってのはいつも辞めるやつが全部最後にさ残り1ヶ月っていうのに3週間、はい、20日間あったら10日しか出てこないとか、はい、だから何らかの方法でこの引き継げなきゃいけないんだよな。でもそうですね、うん、業務をきちっとやして辞めてきなさいよ。でそれにとって有給が使えるなら使ってきなさいよなんだよな、うん、最後に休み調整するもんじゃねえんだけど、うん、まあとある社員が辞めますと、はい、有給をあるから出てきてませんと、うん、でその間にまあ事務処理とかが、まあ、ちょこっと残っとるもんで事務処理とかをしとるうちに、はい、まあ、いろんな問題が起きて、うん、まあ犯罪レベルかな、うん、まあ、犯罪レベルってあるかもしれないけど、はい、うん、まあ結局営業がおって現場管理っていううちが2つあって、はい、で営業はまあ契約決めて、まあ、金額も決めるんだね。この現場はじゃあ足払いくらいで塗装の職人さんがこれぐらいの予算でシーリングがこれぐらいで、はい、材料がこれ何本使って材料がこれ使ってで工程はこれで、あ工程は違うかな、で予算は決めるよな。見積もりを作るのに予算ないと見積もり組めないじゃん、はい、でそこに利益率乗して、うん、だって100万円なら100万円って決まるわけじゃん、はい、でこれが契約して現場管理の人間に仕事が移るわけ、うん、でこの人たちは色を決めたりとか工程決めたりとかで現場が始まって職人さんたちが、まあ、ちょっとこの現場この予算だったけどこうやって足場上がってみたらこうだから、うん、いやもうね1万円余分にくれとか2万円余分に予算見てくれとか、うん、はい、いろんなもんがあるからな、はい、で基本的にうちの会社は、まあ、今現在は営業が組んだものからあのプランナーに移行して予算サイロンとか多めに見てるから営業もある程度、ああだって足場も組んでないからザクッとしか見えんじゃん、はい、だから例えば塗装とかでもまあこれぐらいの物件だったら、ね、10人かかるな15人かかるなっていうのを15人、はい、じゃあまあギリギリに見とったから15人ぐらいしようかな、多めに、そうそう、でも足場かかってプランナーを見た時にあこれだったらまあ思ったよりもあそこ悪くなかったね、外壁の状態悪くないね、うん、じゃあ塗料3本のやつ2本でまず発注して、はい、漢字見てからもう1本追加で出しますねとか、うん、はい、まあできる人ね、できる人もおるんだけど、うん、それが、はい、でその社員とかじゃないけど、はい、ボン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 お金を払っちゃう人があるわけよ、このレベルが低いと管理の、ああ分かる、言ってる、ちょっと難しい、その払っちゃうっていうのは、例えば現場行ってその職人が、いやこんなんきついわって10人じゃ終わらんぞって、ああ職人さんが、そうそう10日じゃ終わらんで、ね、お前ね、10万追加でくれとか、はい、あ、まあ、言ったもん勝ちなわけじゃん、で、そういうことですね。で、今ここに権限はないわけ、はい、勝手にあなたたちは発注書を切っちゃダメですよと、うん、だけど、もうシステム上切れちゃうの、切ろうと思えば、そうそう、発注書っていうのは向こうにメールから飛ばすので、自動でね、コンピューターで、そのシステム組んでやるから、はい、で、結局そういう人は発注は切ってなかったんだけど、はい、口約束してて、あなのかどうかわからん、まあ、それはちょっと動画で見てほしいわ。はい、だけど仕事終わって辞めて有給の間に発注書を無数に切り始めたの、もう切っちゃう、もう約束してたのかな、なんか分からないよな、まあ、その辺の動画でちょっといろいろ言ってたじゃん、俺もちょっとはっきり覚えてないけど、はい、ただ本人は、はい、結局は会社に何が問題だ、これ裏金取ってるぞと、裏金、それぐらいのレベルでお金を払いまくっちゃったの、はい、とんでもない
お金を、まあ、払いまくってるんだな。はい。その、えって、そのまあ、まあ、もう1人区ぐらいは呼びに行きましょうかっていうレベルのレベルじゃないわけよ。うん、10万とか5万とか、ボンボン切ってるわけ。はい。まあ、またうちの恥ずかしい部分だよな。が出てくるから、まあ、ぜひ見てほしいんですけど、はい、まあ、ただ、この一つうちが言いたいこと、や最近よくコメント欄に、スタッフが辞めたらなんでこんなもん動画にするんだとか、うん、しょっちゅう辞めてるからこの会社潰れるわとか、うん、いうこと言ってるけど、まあ、やっぱ俺もコメント返るとやっぱへこむからさ、そんな風に映ってんのかなって、もうちょっと取り方考えなきゃいけないかなと思うから、ぜひそんな風に映ってないよとか、うんうん、あの普段コメントいない人たちに入れてほしいなって、変な、しょうもないよね、反対コメントみたいなことばっかり言う人たちは、ちょっとないかなとか俺もわかんないけど、ただうちの会社がそういう風に映ってんだったら伝えてあげたいのは、まずうちって、やっぱ、もう厳しいと思う、うん、俺はやっぱね。はい。だけど、まあ、この間入った、さっきちらっと言ったのもそう、とび職でね、はい、中途で入ってきた子たちも言うように、俺何も言わないのに、あいつらが自分たちで頑張る会社。はい。足場も目標を立ててる。数字目標がある。うん、そこに向かって邁進してるから、うん、あいつら自身厳しい。はい。多分俺より厳しいと思うよ、言って。ああ。動画に映ってないと思うけど。はい。で、営業もそう。もうほぼ俺数字のタッチ。うん。まあ、一週間に一回、朝会って言って、各リーダーとは、一週間に一回一時間ぐらい喋るんだけど、各リーダーたちが、ね、営業を含め、現場含め、はい、会社をいい方向に持ってってんだよね。うん、これ俺の命令とほとんどないの、うちの会社って。で、俺もぶっちゃけ、こんな言い方すると、辞めてる人いたんしって失礼かもしれんけど、はい、辞めてても何にも困ってない。コメント欄でまたみんな辞めて、こんな会社は絶対に、うん、何年後は潰れるってね。はい。言ってね。書いてあるだろ、あれ。書いてあったりします。こっちほんとバカだな、と思って。じゃあ、ただ一つだけ本当に言うのは、うちの会社はもういつも言ってる、面接でも言ってる、成長する会社です。はい。100億、200億、300億っていく会社です。うん、だから、横ばい求めてないから、うん、ここでいいよだったら人いらないんだ、もう。うん。一番もいらない。はい。うん。営業ももういらない。うん。だから成長するために人がいるから、はい。あなたたちにも成長してもらわなきゃいけない。で、自発熱っていうの、自分で行動できるスタッフじゃないと、うちは必要ないですよって、うん。俺にも言ったよな、最初に、はい、面接の時に。言われました。で、その中で、まあやっぱり中小企業、零細企業って人が取れないから、うん、まあ言い方悪いけど、まあ、誰もいるわけじゃん。誰でもないよ、こんでも選ぶんだよ、10人に1人か2人しか取れないけど、はい、それだけ取ってても、やっぱ半年とかな、うん、ないし1年ぐらいで、まあこいつもダメだなじゃないけど、はい、うん、まあその中で、まあ部署外したりとか、うん、まあいいとこ見つけるためにはいろんなことやってるけどな、はい、うん、ただそこにおって足場組めねえやつが足場におって、はい、いつ怪我するかわからないやつが足場におって、はい、困るやん、はい、やったのが現場管理に回れなのか、うん、塗装の職人に回れなのか、うん、シーリングの職人に回れなのか、はい、逆にお前シーリングやって丁寧じゃない、汚い、雑、うん、だけど動くのも早い、だったら足場一遍やってみいやとか、うん、まあ、それはある、はい、だけどそれをなんか、うん、この会社が伸びねえとかなんだとかこんなとか、うん、まあ、言うよりも、うん、まあ、そういうふうに映ってんだろうけどね、うんうん、で今回のその子に関しても、はい、うん、まあ、もちろん会社の恥ずかしい部分、うん、だけど俺は本当にああ素晴らしい会社だなって、それが問題が起きた時に俺が動いてないけど、そういう社員が全部動いて、そういうのが全部抽出されるやん。うん、まあ、事務職が見つけるか、はい、書類整理してるか、うん、経営者が見つけるか、はい、しかほとんど今まではなかった。うん、で今、現場レベルが高まってきてるから、はい、あ、そういうことも自分たちがちゃんとチェックして、うん、割り出してきたんだなって。うん、ちょっと喋りすぎたんで、ちょっと一回動画見たな、はい。あ、まだ始まってないです。もう、始まってる。何件でしょう、全部。お前、職人聞いたら、お前、あ、いいよ、全然出すわ、みたいな感じで、全然出しとらしいじゃん、お前。いいっすよ、いいっすよ、出しますわ、みたいな感じで、ポンポン金出しとるらしいよ、お前、人の金。全部お前、あらり 10% とか 15% しかないらしいじゃん。で、なんで、上に相談しなあかんっていうルールだっただろう、途中から。それなんでお前全部出しとんの？お前もうほんともう裁判沙汰だぞ、これ、マジで。許さんぞ、俺。もうか、何、会社の近くにおるんか、今。おい、もう今、会社向かうわ、俺、じゃあすぐ。
うん、15分か20分、2、30分で着くで、会社におるよ。うん、よろしく。全部喋ってた方がいいですよ。あとで、これ本当に裁判するっていう話にまで出てるで。はい。ここでお前喋らんと、はい、まあとでお前、誰かって言うと、もう取り下げるかどうか、もう俺、この話で決めようかって。はい、もう弁護士任せにしちゃったけど、まあ、たまたまお前と勝手にやる、はい、最後のチャンスが出られるってことで。はい。な、何が起きたの？外国から電話あったんだろ？マイナスいくら？マイナス100万ぐらいの投資じゃん。はい。それ黙っとった。はい。黙っとったのそれ。なんで？なんで黙った？本当に言えなくて。もう言い訳でしかないんだけど。うん。っていうのっていうのが怖かったっていう。うん。それだけの理由でしかないんですけど。うん。あれでも元々その密着で出しとる範囲と、はい、あ、海軍も今本人来てもう繋がってますんで、逆さまでもいいかな、充電しとるの契約しとる範囲と実際にやってもらった範囲、はい、逆さまになっちゃう、逆さまになっちゃうの、声聞こえる、ベランダとかなんかそのどっかの日差しかなんかとかもなんか増えとんでしょ、施工範囲が。あ、はい、それはあの物欲不足で、まあ、すごい最初がいつ頃かは覚えてないんですけど、うん、まあ、見積もりしてからすぐの契約になるので、来る来る来る、なんとなく、うん、少し間があって、あのいざ契約になるときに、あのここもやるって話したんだよねっていうことを話していて、今あ、口約束で明日なんだろうなっていうので、僕もあのそのまま突き進んでしまって、口約束って、あの、まあ、日差しでしたり、もともと見積もりでその今密着が事前に変わったっていう話じゃないですか、うん、だけどその施工、もともと出しとる見積もりの施工範囲と、うん、実際にやっとる施工範囲が違うんですよ、増えとるんですよ、うん、見積もり範囲よりも増えとるって、うん、そうそう、あ、まあ、ちょっと本当に切れ事だけ言うね、はい、本当はめちゃくちゃ無事言うよ、これ本当にもう裁判しようって言ってるから、弁護士ももう昨日から相談しとる、動いてるぞマジで、はい、俺もたまたま今日電話出たもんで、はい、これもうラッシャーだぞ本当に、それはつまらんって言うね、はい、んで、あの、見積もり出してから、うん、間があってお客さんから連絡があり、あの契約するっていう話で、うん、申し込みに、まあ、お伺いしたときに、うん、まあ、この日差しの上も、まあ、その見積もりも書いてないところですね、うん、を僕が見積もり提出したときに、うん、あのお客さんここもやるよねっていう、その念押しみたいな、ああそうです、見積もり時点でやるっていう口約束、まあ、あの口約束なので書面には書いてないんですけど、まあ、それで、うん、僕も、まあ、契約になるからっていう気持ちで、あの、あ、はい、そうですねっていう、本当に押し切られてしまったっていう。なんでそんなこと押し切ったの？そこで、いや、ここはって言って契約にならないのが、あの、契約にもしならなかったらっていうのを考えて、赤字になるの分かっとったんだろう、じゃあ最初から。あの、そうですね、防水に関して、はい、そうです、はい、なんでそれを契約したの？それで金額が、元の金額が、200万ぐらいだと現場なので、うん、あの、まあ、日差しとの速攻が増えても、まあ、あの、元の金額が大きいので、取りこぼしたくないなっていう気持ちで、うん、なんかその、まあ、社長の言う通り、うん、マイナスになることはもうその、うん、時点で、あの、
って入ったんですけど、うん、その意見だけじゃない。でその時にはもうだって追加発注とかも全部言わなかったんじゃないの。上司が許可がないやつ発注かけたらあかんかったんじゃないの。お前らそういう風だろ今。追加発注は勝手にかけたらあかんだろ。追加発注はあの報告それで相談するっていう形で。それ どれぐらい発注したの。まあ、河合君が、まあ、俺も前に言ったら、いやそこだけかあちょっとその10ナンバーとかの現場もあるとか言って、実際のお前許可取らずにいくらぐらい発注かけたのかって。いくらぐらいっていうのはちょっと分からないですけど。河合君はどれぐらいで見とんの。じゃあ追加発注は許可得なあかんって言っとるんですけど、うん、その結局追加発注じゃなく最初の発注でも金額で全然自分が見とった予算をオーバーしてるわけでしょ。あ、はい、そういう現場も。その時点でおかしいじゃん。はい、なんで裏金もらっとんじゃないかって話も出たのぞ。あ、はい、それも、はい、言われました。うん、それは見たこりでしょうがないよね。マイナス発注か。で、そこあ、名前出しちゃって。うん、まあ、いや、ピーって言うでいいよ。さんとこ、はい、防水の方に目がいっちゃっとったけど、内装もそうでしょう。はい、内装ももともと11万2000円かで見とるのに発注かけてるの36万ちょっとだもんね。16万で契約したやつが原価が30何万かかと思う。いや、その同じお客さんの防水のお客さんなんですけど、内装工事もやってるんですよ、うん、で、うん、入ってるんですけど、うん、元の予算が10何万で見とるのに、うん、発注が30何万で切ってるんですよ。なんで後からその追加で元々、玄関入って階段、まあ、玄関のクロスの張り替えだけところが、うん、後から2階の一室 の, クロスの張り替えっていうのは追加になったので、うん、でこのまま12万いくらいだったのが契約で17万18万ぐらい。お客さんが。あ、そうです。うん、これはもらってるんですけど、うん、結局、まあ、30万ぐらいになってしまったと。どういうこと。うん、まあ、後から追加になった場所と、その12万から17万で5万円追加になったわけだろ。あ、はい、見積もりが増えたことだろ。はい、そうです。うんうん、分かる。で、玄関クロスと2階の一室のクロスの、うんうん、壁の色で、クロスの色が僕は一緒だと思ってて、うん、まあ、その方に発注したんですけど、うん、これも僕とお客さんの打ち合わせミスなんですけど、うん、いざ工事入った時に、うん、2階は変えるっていう話だったよねっていうことになって、うん、で、まあ、その方に、うん、当日、まあ、当日は無理なので、また次の日プラス1日、うん、現場に入ってもらうのと、あと材料を発注してしまった、うん、その材料代が、追加で。聞いたわ、俺。あったから聞きました。うん、やばいよ、お前と、中小院とか言って、言っとったわ。はい。あ、もうやめるでいいよ、って言ったけど。それで。そうです、うん、僕、このものはあるんだけど、他にも どれぐらいあるの、ぶっちゃけ追加発注金額って、その、ね、だいぶお前職人に聞いてくると「いいっすよいいっすよ」って、なんならお前が持ってけ持ってけぐらいな顔で言っとるらしいじゃん、職人に、協力業者みんなベラベラしゃべってるぞ、もう嫌われたねえもんで「いいっすよいいっすよ持ってってください」って言って、お前の方から金提案しようらしいじゃん。そういう現場もお願い事をちょっと後からしてるところは。いいよって言っといても、お前から払う払うって言ってるんだろ。いや、いいよって言われた現場は、まあ、今の最後の水ホックの現場もこの前終わったところがあるんですけど、うん、そこは僕からその、追加提案をしたんですけど、そこはその職人さんがいいよって言ってくれたので、そういうのは取り
下げさせてもらってるんですけど、お前がどんどん言ってたんだろう、金出す金出す金出すって言われもせんのに金ボンボン出したんだろう。それでもはい、あります。なんで自社には出してないんだろう。で、自社の悪口めちゃくちゃ言ってるらしいじゃん、お前。本体のシールと足場終わっとるとか言ってるらしいじゃん、お前。終わってるって言い方はしてないですけど。終わっとるのお前じゃん。間違ってんじゃん、お前やってること。泥棒でもびっくりするぞ、お前。詐欺師だろ、お前やってること。お前、辞めてからお前、タッチかけたんだろ、ずっと。はい。辞めてから、タッチかけたんだろ。辞めてから、まあ、その、さっきの、水奥の現場なんですけど、うん、そこは、まあ、職人さんと話し合って、結局、追加かけてました。いつ話したの？辞めてから、1週間後ぐらいに、うん、まあ、終わって、辞めてからも会社の金を勝手に使ったんだろ。いや、自分、電車でそれは、現場見に。じゃあ発注かけたんじゃないの？処理したんじゃないの？発注は。さすが。ってことはお前辞めてから会社の金を処理したってことだろ？辞める日までにやってないんだろ、お前。そうですね、その。辞めてから勝手に会社の金を発行したわけだろ？有価証券じゃん、うちの発注書って。でしょ？日本銀行って書いてあるのか、乗り換え道場って書いてあるだけでしょ？発注書って。お金じゃん。はい、お前勝手に会社の金を発行したんだろ？会社辞めてから。はい、資産勝手にログインしてよ、はい、違う？はい、そうです。だろ、はい、犯罪でしょ、お前やってること。違う、はい、じゃあどういう認識でやったの、それ。犯罪だと思ってやったのか、犯罪だと思ってないのか。犯罪とは思ってなくて、その、うん、最後の最近の水北の様っていう現場は、まあ、社用携帯もそのまま1ヶ月は貸してもらってるっていう状態になったので、うん、まあ、そういう処理とお客様のやり取りは、うん、僕がやるっていう認識でいたので、で、ただ、保証書とか請求書の発行自体ができないので、うん、まあ、それはちょっと、電話して頼んだの？あ、まあ、チャットなんですけど、うん、現場終わったので、うん、お願いします、そういう、まあ、事務処理は僕がやるっていう認識で、うん、決して犯罪の認識があったわけじゃないんですけど、うん、自分が事務処理をやるっていう認識で、うん、どれぐらいの金額がぶっちゃけ自分で追加発注、まあ、許可取らない、勝手に出したやつ、許可取らないといけないっていう、まあ、ルールだったわけでしょ、はい、それをお前もう分かっとってやったわけでしょ。外部に時間発注かけるとかそういうのは声かけなあかんと、はい、現場のミスに対してもそうだよね、はい、来て、とこもそうだよね、はい、次発注かけとるわけでしょ、はい、発注切っとるわけでしょ、お前は。でそれは代わりの許可がないものを発行したらあかんわけでしょ、はい、そういうルールは分かっとったの、はい、なのに発行したわけでしょ、はい、それどれぐらいの金額あるの？それが知りたい。俺も河合君とかからも違って聞いてるけど、俺もあんまりよくわからんし、はい、もうまあ、興味ないって言ったらあかんけど、はい、こんなミスもあるし、河合君も俺にも謝罪の連絡も来たし、はい、まあな、店長の責任でもあるよな、お前のこうやってマイナス、マイナス100万。その現場だけで、そうです。で、他にもあれだろ、粗利設定の金額がもう大幅に切っとんだろ、粗利 10% とか、物件がゴロゴロしたんだろ、お前が追加発注かけたことによって。それは合計いくらぐらいなのか知りたい。僕の大体にはなっちゃうんですけど、うん、あそこは。これ外国は大体把握してるよ、お前。まあ、嘘ついても、まあ、そのために参加しまっておいて。はい。まあ、切り事は言うよ。はい。150から200ぐらい。口に発酵してるわけでしょ。はい。うん、大体そんなもんかいく。そうですね、大体今見える範囲で180ぐらいですかね。うん、どうするのこれ。でもすいません、別にもう俺もう正直いらないんだわ。でしょ、はい、大体やめること別に誰も止めてないし、はい、な、
辞めますとか言うの見なかはなかったけど、別に何もとらんでしょ、もう辞めるやつは辞めへんじゃないって入って何年 ?1 年2年2年、うん、でも見れるけどな、もう海君たちも言ったけど、まあ、周りな見れる点全員が海君も言われたし、本社のメンバーも言っとったな、河合さんとか店長とか緑店は悪くないと思いますよって、みんなが精一杯あの子に対して手差し伸べても言ったこともやらない、口ばっかでハイハイ言ってる、みんなあの子に対してすごいエネルギーを注いであげたと思いますっていう判断があったら、まあ俺はそれで、まあ、やめていくことに対してはいいんじゃないと思うけど、実際回ってるしな、俺は回っとるでしょ多分。ほら、リムサバの話。だけど、お前がこうやってカッコつけて出したわけだろ。いいっすよ、いいっすよ、出しますわ、って。職人みんな喋っとるぞ、本当に。天国だぜ、って。いや、全部金出すもん、あいつって。ポンポン出しとったの？いいっすよ、いいっすよ、全然出しますよ、って。自社の足場とかに何も出してないんだろ。それ、追加っていうのは何も出してないの？で職人にはパンパカパンパカお前人の金だろ、日本証券じゃないけどお前塗り替え証券を勝手に発行したわけだろ、何万円券を違う、いやそうでしょ、僕のも刑事事件じゃん、下手したら民事事件じゃないぞこれ、刑事事件の可能性あるだろ、動いとんのマジで、そりゃそうだもんな、俺も納得できんもん、もう買い込みやれって言ったし、で緑店が全員いいって言うんだったらやっていいって言ったら、緑店全員捕まってほしいって本当に言ってるぞ、ちょたまたま俺それ、まあ、川合君の昨日電話しゃべって弁護士と相談して自分たち決めやって、もう380万会社の損失なの、もっとか、防水だけでマイナス100万なのもんで、もともと所定あらりが出る工事が200万だったの、300万だったの、200万200万でマイナス100万だもんです、銀貨300万かかってるってことだろ、はい、の工事で全然っていうことは、まあプラス200万円使ったので、まあ300万円近くはお前がやらかしたっていうかな、はい、っていうことじゃんでしょ、はい、うん、で俺も別にもういいよって言った、お前が一生懸命やっとったお前が怖くて言えんかっただけとかだったら、はい、だけどまあ俺たまに河合君からも聞いたし他の職人からも聞いたし、俺も俺で動いてるもんね、はい、でまあたまたまちゃんと全然違う動画撮ったのは、あ、はい、今日本当に今な、なんか捕まえてほしいってマジで本当にムカつくとか言ってっていうことだよ、緑田の人間全員、あれはまあとことんやりましょうってなるかな、まあ、それは河合君の判断に任せるわって言ってるけど、はい、もういいやつさめるわって思うな、それは河合君も悪いし俺も悪いじゃん、監督責任がな、どう思いますか、でもルールを破ったのは、ね、昔からそうだよな、謝るのは日本一だよな、謝るのは日本一だよ、やってること全然違う、違う、どうなの、俺はそれが知りたいんだよ、職員に、いや一切一切全然出しますわみたいな感じの情報が俺は来てんの、はい、それが事実なのか、いやそんなことないですってなのか、いやいいっすよ、でもいいっすよ、これ2枚払うもんで5枚払うもんで追加やってくださいよみたいな、お前からもどんどんなんかお金を提案してきたって、どんどんそれ事実の部分もあります、その部分持ってるそのあるのかないのかと答えてほしいわ、あります、その部分はあるんだろ、あります、だろ持ってる、他に言い訳があるってこと、うん、あるけども何かあるの、断る部分は、うん、ちゃんと断ってる部分は、うん、200万が何ヶ月でその200万なの、じゃあ追加発注だって、いやだから許可だ、その断る部分はあれじゃないの、その結局副担をさ自分で誰かの名前がついてると、ああ君だけの名前になっとるやつだけはあらりが下がってないわけじゃん、でさ自分の担当のものだけが下がってるわけじゃん、はい、あそういうこと、だって追加発注副担が入ってるとサブで入ってるやつはその人にもメールがいっちゃうから発注の、あでその辺も多分全て考えてもやっとるんでしょ、
ぶっちゃけていいよ、もうここまで来てもここまで来てもらって、もう今日で俺どうせおさらばなんだもんで、はい、まあ、正直に話した方がいいと思う、はい、まあ、それあの管理だけで副担でついてるっていうのは、うん、やっぱりあの強の方が強く断ってる、うん、あの現場はあるので、それはサブ担だもんで、はい、あのじゃあ分かる、営業に確認しますって言って、まあ確認したり確認せずに、そのちょっと今回厳しいんでって強く、うん、まあ、言ってるのはあるので、やっぱ河合さんの物件っていうのは、あの粗利がまあ逆に上がってたりとか、うん、なんか多くて、やっぱ自分の物件だと、うん、あのまあ、圧倒的に粗利が下がってる物件の方が多いっていうのは事実です。お前まさか電話出ると思わなかったもんで、どういう思いで発注したの。だから俺もまだ全然響かないんだよな、すいませんすいませんって言ってるだけで、ちょっとそのすいませんって言葉あんま好きじゃないし、はい、うん、まあ、お前の言い分はあれやば聞いてあるけど、まあ俺も、まあ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 、正直本当もう 10-0 ぐらいで固まってたけど、たまたま思い取れなくて、俺でもね、はい、話聞いてやろうかなって言ったけど、本当に言い訳とかじゃなくて、もう本当に言えなくて、その、うん、今このまま言い方が悪くなっちゃうんですけど、あの見えずに、うん、あのことが済めばっていうことで、あの河合さんにもうやっぱ怖くて相談、怖くてっていうか、まあ、いけないことして、だけどお前自分の河合くんの現場だったら発注かけるのなもんで、それ言い訳じゃん、ただの。ってことは別にお前ができんわけじゃねえじゃん。でお前さ、なんかさ、はい、職人が怖いから河合くんが怖いから僕悪くないからだから発注黙ってやってましたって言ってるけど、河合くんの物件では発注かけないんだろ。あ、かけない。だったら別に職人断れるわけじゃん。それをお前から言ってるって言ってるんだぞ、職人みんなすごいよ、あの子ってポンポン金出すよって言って、いいっすよいいっすよって言って金出すよって言ってるんだぞみんな。お前の言ってることが何も響かないんだって。でその言い訳を教えてくれって言ったの。聞きたいですよ。でお前の言ってることって河合くんが怖かったから、職人さん怖かったら出してます、ポンポン出してますって、怖かったから出しましたって言ってるけど、だけど河合くんの物件のことはそれやらないんだろ。はい、じゃあそんなことないじゃん。違う、だからその言ってることがつじつまが合わないんだよな俺の中で。だからもうグッと来ないんだ。で別に俺がなんかこうどうのこうのって言いたいもないもんで、はい、もう、もう刑事事件したらって、なんか可愛くないやつも水平の目だし、俺もなんかさ一生懸命働いとったやつもさ、はい、お前なりに頑張ったなと思うし、はい、それをしたないじゃん俺は、うん、で今お前の言ってることは、うん、なんかおかしいなと思う、うん、だったらば別にね、うん、警察の判断、はい、裁判官の判断にもう任した方が、じゃこれ死にしたやつかみたいな、これは職人から金もらってるってないの。それだけは持ってないです。ん、後で出てくるぞ、もし本当にもらっとったら。あ、それは、はい、あの、ね、まあ、調べ方があるとしても、あのそれは本当にないです。ないんだな。はい、海軍どうなの、まあ、それでもう俺も勝手に今今日決めたやつなので、海軍にはもう本当昨日もう本当さっきお前とか出たもんって喋ったじゃん電話で、はい、それまでは海軍とはもう刑事事件、はい、あのまあ、そのだけ弁護士案件でもういいよほっとけやって、弁護士任しけばいいよって、はい、うん、そうしんとも下に示しがつかんし、営業マンもなみんな頑張っとるやん、はい、1万円2万円のことで一生懸命な、職人頼んだ高いでって自分たちで動いて一生懸命やってどうだよ。まあその金のことはいいって俺はよう言えないですけど、うん、俺の意見としてはやっぱりそうやってみんな協力してやっぱ会社のお金、うん、利益を上げていこうってやってる中で、うん、やっぱりそこをバカすか、外に吐き出してたこと、うん、それを散々注意したのにそこをまあ無視して好き放題やって、うん、でなのに片や頑張ってる子っていうのが実際いたわけじゃないですか、うん、あらり下げないよ下げないよって、うん、俺はもう逆にその、うん、あ、そのみんなにはちゃんと謝ってほしいかなっていう、一人一人にちゃんと謝罪さんについたって、その
の、まあ、雑務だったり案内文配りに行くとか、うん、そういうのだってやってくれとった人、まあ、結局自分有給だなんだって自分 の、 あのやりたいこと、うん、まあ、あの権利だけ主張して、うん、やっとったくせにそういう最終的にはそういう態度を取ったってことに対しても、まあ、ちょっとお金っていうのはまあ会社の問題だと思うんですけど、うん、個人的にはしっかり謝ってほしいなっていう、うん、まあいいかな、河合君な、それと、はい、まあ、謝罪の件は、まあ、どっか一人ずつきっちり電話した方がいいんじゃない、はい、いい、ありがとうございます。河合君いいかね、じゃあ、はい、うん、まあ、また一回連絡入れます。まあ、だけどこれはもう示談とするもんで、一切このことに関しては言わい、あの一文言いませんって書いといて、ありがとうございます。これ出ちゃうで、ありがとうございます。それ見立って、それまでお前ちゃんとあれしろよ、なんか海軍とかの LINE とかでもなんか居直っとるらしいけどさ、はい、そう、それはお前もうやめろよ。俺らもさ、こうやって社長が許してくれとんだからさ、はい、居直っとるの、じゃあ僕どうすればいいんですかぐらいの LINE 送っとるらしいですよ。そうでしょね、海軍、そうですよね、っていうのは聞きましたね、俺も。あの〇だから、あ、そういうこと。いや、それはお前ちゃんと、それって送るの、はい、僕がなんか関係ないじゃないですかって言って、あ、そこまで言ってないんですけど、なんて、あの、どうすれば、自分で、お前本当うまいな、こうやって言ってる時、ああはいはいとか言って、いや、本当にどうすればいいですかっていうのは送ってます、亀さんに。まあ、その相手が俺らもだから、まあ、じゃあ誠意持ってや対応しとるなっていうのは、うん、その示してほしいよね。はい、本当に飛んどったらやばかったよ、はい、ビデオでなんか相談もできるんだもんね、河合君から、じゃあいい俺から話すわとか言うだろ、はい、そうだろう、多分、はい、相談できない環境ってことないだろ。じゃない、なかったですね。ないだろ、はい、環境は相談になってます。はい、わかりました。パイコムじゃあまた連絡入れます。あ、はい、わかりました、お願いします。ありがとうございました。はい、このぐらい、まあ、謝罪も入れて、はい、うん、まあ、そうすんのお前だな、はい、まあ、ここで、まあ、まあ、今辞めたいばっかだもんで、辞めた次の会社があるって言ったけど、お前そういうやつってずっとそこだよな。うん、まあ、きっちりちゃんとやっときゃ、まあ、またさ、はい、他でやめて独立してる人もおんだもんで、ね、じゃない、うん、しっかり今後、まあ、頑張って、せっかく就職も決まったんだろ。あ、はい、決まりました。今後ご自身就職決まっただけでもいいや、はい、ありがとうございます。それだけちょっと帰ってきてさ、はい、ちょっとそれだけ最後にちゃって、はい、もう行っちゃう。うん、見てもらったんかな、もうある程度今動画見てもらったんかなかもしれないですね。まあ、うん、まあ、まず本人が悪いことは認識してる、はい、あの事件に関してはね、うん、で、うん、まあ、これ言葉が難しい、うん、あの会社が悪いとか社長が悪いとか店長が悪いとか、うん、あと本人、うん、そんなくだんないことをコメント欄に書かんでほしい、うん、誰が悪いじゃない、明日からどうするかだよ、うん、お前今日も朝も話したな、はい、そのどうでもいいんだよ、はい、うん、でそんなことをなんか会社はお前は何を言っとるんだって思う、コメント欄に書くやつで誰が悪いとかじゃなくて、うんうん、こうした方がいいですよとか頑張ってくださいとか、はい、うん、それだけだと思うの、うん、で彼も、俺はもうこれ動画見たと思う、ある程度途中までは、うん、で彼は本当悪いんじゃなくて、はい、多分本当に泥棒者は別だわ、うん、だけどやっぱり現場で塗装職人さん、足場職人さん、新入職人さんってやっぱり怖いわけよ、うん、だから許可制にして僕らじゃ簡単にお金払いませんなんて、はい、で本当に動画の中でも言ってカットされてるかどうかわからんけど、有価証券なわけよ、有価証券、日本なんとか銀行ってお金書いてあるだろ、1万円って誰かが発行しろ、ただ紙切れにやってお前紙切れを1お金の価値にしろだけど、はい、日本銀行券なわけだろ、はい、でこれってあれじゃん、商品券もだって銀行だけじゃなくていろんな店が商品券出してるの、はい、でこれはだって日本銀行が発行しとる券だろ、はい、商品券じゃん、うん、でこれは何にでも買えれるっていう力があるんだけど、はい、でも会社の発注書、うちが発注してる発注書っていうのは、うん、うちの発注書はこれと同じなわけよ、はい、ここに金額を書いたら、うん、もうその
二階堂上だけで使えるお金なわけだろ。はい。俺は払わなきゃいけないわけよ。はい。その発注書が来たら。うん。現金に、この日本銀行券と交換しなきゃいけないわけ。はい。っていうことは、それの権利があるわけ、うん、うちの営業マンと現場管理には。はい。で、もう現場管理にはダメだって言って、今動画でも多分言ってると思うけど、はい。うん。やっぱ責任者クラスが、その発券は勝手に許可しちゃダメですと。はい。無駄な税金をもっともっと締めていきましょうと。うん。やった結果、はい、そいつがそうやって言われたにもかかわらず、勝手に発行してたと。うん。だけど、これってまあ、もちろん彼も悪いし、会社もそれをできるようにして、会社も悪い。うん。そういうのが言わんでも分かっとるし、はい。うん。言わんでいいんだろうけど、うん。一つは、やっぱその人の弱さ。うん。その、怖いか、職人さんとかって。怖いっす。そうそう。だから、そこをどう対策して、あの、実習生のこの間のミーティングもそうじゃん。はい。で、うちの会社はそれを日々やってるからやっぱ成長してんだよ。うん。逆にその、いつまでも発行してるやつがいつまでもノーノーとしとって、はい、いつも現場あらりが 10%、5%、まあいいよお前頑張ってるからって言って、やる人もいた、今まで本当に。ああ、そう、ね、仲良し、小良しで会社やって、はい。で今うちはもう足場班も新岸も、ね、営業、各店も、うん、数字にすごい意識持って、はい。その中で人間関係でもしっかり作って、うん。でももう一つの、ね、あと、はい、皆さんに伝えたい、まあ、ちょっと動画見てほしいんですけど、まあ、いろんな面で彼が、はい、まあ、俺は多分これ動画になってるのかなってないのか分かんない、その部分だけ抽出してほしいけど、お前それ綺麗事言うなよって、はい、多分俺言ってたと思うんだろう、うん、まあ、ちょっと本当綺麗事だけ言うなよ、はい、本当めちゃくちゃ無事言うのかな、それお前にでも言うから、はい、それ自分のことしか考えてないでしょって、うんうん、で俺はまあこれは、まあ、叩かれようがないでしょうが、まあ、しょうがないけど、俺の考えだから。はい。人間っていうのは本当にすごい賢い生き物だから。はい。平気で嘘つける。うん。だって嘘ついてないと世の中回らないもん、これだけの高度な文明が。うん。だってさ、もし男性の 95% ぐらいだから見てると思うけど。はい。うん。浮気したとか、はい。通りすがりの子ちょっと可愛いなと思ったとか、はい。あ、パンツが見えたとか、はい。おっぱい大きいなとか、はい。な、いやらしい本読むとか。あ、師匠が熱い。ちょっと思った時に、はい、彼女に全部言ってたら、はい、思ったこと全部筒抜けになってたら、はい、いや、社長年は、今の人がちょっと腹立つわとか、はい、全部出てたら、うん、世の中回んねえじゃん。俺も思ってること全部出てたら回んねえじゃん。そうですね。だからそこをどうやってオブラートに包みながら伝えていくかとか、うん、はい、そう、本人にとってどうやって言ったら一番伸びるかって考えながら、小出しにするだろうし、はい、で、ね、その結婚生活もそうじゃん、はい、全部言うんじゃなくて相手のことを思って我慢してる言葉っていっぱいあるでしょ、はい、うん、だから俺はその彼にもすごい言って、まあ、それが動画になってると思うんだけど、うん、まあ、動画だけ見たら、まあ、本当にうまいからあいつも演技派でしょ、うん、反省してるふり申し訳ございませんみたいなのが得意、うんうんうん、でもそれって今さコメント欄に書かれる人もいっぱいあるけど俺はやっぱ長く見て、はい、何度もで俺はあの子が辞めた時に、はい、まあ辞めた、うん、まあ、しかも結構あの子長かったの1年以上だったんじゃない、うん、でそれはちょっと大丈夫なのって河合くん聞いたら河合くんはまあすごい可愛がってたわけよ、うん、ボスは、はい、うん、週に1回とか面談したり、で一緒に旅行とか見てんじゃない、そうなんですね、うん、で、まあ、そういうことやってすごい可愛がって、はい、あの子を持ち上げよう成長させようってすごい1年以上育て上げ、はい、うん、で他のその緑犬の人間3人4人、うん、アパートさんよりも5人かな、はい、おるんだけど全員があの子に対してすごいやった、うん、自信がありました、はい、で彼もすごい頑張ってました、うん、っていうことを俺は聞いてんの、はい、で俺はそれでいいと思ってんの、そんでやめていくやつは、はい、一番いかんのは、まあ、無関心、うん、何も言わない、はい、それでやめてってあいつが悪いこいつが悪いとか言ってる人って多いじゃん、あ、上司もな、あいつが頑張らなかったんだと、はい、うん、こうだって、うん、じゃなくてやっぱその子に対してやっぱすごい時間と、はい、エネルギーをかけてあげたんだな、はい、うん、まあ、俺は彼女も誰も責めてないし、社員に対して、はい、うん、俺は良かったんじゃないって、うん、思ってる。だからやっぱ彼が
どういうふうに映ってるかわからんけど、はい、俺はその緑点を攻めたり会社を攻めたりしてほしくないなって、うん、で俺も、まあ、言い方悪いけど、はい、まあ、全スタッフが、はい、結構まあ本社とかにも今一緒にやったことかもおるから、はい、うん、会社全体が彼が辞めることに対するネガティブさっていうのをあんまり持ってない、うんうん、あるよ、たまには本当に、あの子に辞めてほしくなかったなっていう子はやっぱり辞めるときって会社全体がネガティブな空気にすっごいなるから、うん、えー、頼むか辞めていくんだ、はい、今のは小学そうだよな、うん、いろいろあって辞めたときに、うん、会社全体がやっぱネガティブな気持ち、俺もな、うん、含めて、はい、うわ、あいつが辞めてくるし、今はまあ戻っていてくれってね、うん、今こうやって言葉にできるけど、はい、皆さん、まあ、いろんな動画見ていただきましたけど、はい、うん、まあ、あの今、ほんで、あの外気とそのマッチング、今、実際動いてて、はい、あの一般の人にもね、あの広告費かけたくないんで、まあ、お金も取ってないです。はい、だから、あの外気とそのマッチングと求人マッチングのサイト、ぜひ、あの使ってください。これ両方とも無料で、あのお客さん、まあ、外気とそのマッチングはお客さん、あの求人マッチングは、まあ、求人できるだけだよな。はい、で、今、求職者側も、そのヘッドハンティングみたいなスカウトが直接来るような、うん、だから、うん、俺辞めたいんだったら辞めいいって俺いつも言ってるけど社員も、はい、辞めたい人は辞めてきゃいいし、うん、会社はただそれは選択できないから、はい、辞めさせれない、うん、だからお前これダメだったらこれやれ、これやれなかったらこれやれって言うしかないから、はい、うん、そういうしかない選択は俺らには、うん、だけど求職者はまあそうやってね、いろんないい会社からスカウト来るのもいいかなと思うからさ、はい、それと、まあ、今同じこと足場の世界もっと盛り上げていきたいなっていうので、うん、足場の会社の名刺交換会だよな。はい。を2月の6日です。6日。はい。に、あの、やる予定です。まあ、参加費ちょっと1万円高いけど、まあ、ご飯とお酒まで出すんで、はい、会場費は結構下、ちょっとおしゃれなとこ書いたかな。はい。で、今、うちのスタッフも全員来てくれるから、ゆるかいとスタッフがね。はい。あの、結構盛り上げて。で、まあ、元請けさん、俺も仕事欲しいぐらい、大きい建設会社の調子がね、今、足場の会社さん足りないっていうところもあれば、はい。全然仕事ないって言ってるところもある。うん、こういう時代だからこそ、あの強いところと弱いところはっきりしたからさ。はい、そういうので、お互いになんか名刺交換して、みんなで力を合わせたような会社、ね、運営ができんやなと思ってますんで、はい、ぜひ参加お願いします。お願いします。じゃあまた見てね。お前見せます。急に今まで僕一回も映ってなかったのに。関係ないでしょ。ではまた見てね。普通だな。ちょっと恥ずかしい。